こんばんは。ど素人が右も左も分からないアフレートを始める際、どの方向にすればいいでしょうか。これいつも言ってるんで、いつも言ってる質問なんですけど、あのアフレートを始めるにあたって本買う、どれ買えばいいかっていう質問に関しては答えがないです。というかそもそも本を買ってお金を稼げるようになるっていうのはないんですよ。だからアフリエイトの知識をつけるっていう意味だったらどんな本でもいいと思います。アフリエイトの本どんな本でもいいと思うんですけど、そこから自分で研究をしてノウハウを突き詰めていってお金を稼げるようになると思うんで、この本買えば成功するねみたいなのはないです。正直ないです。なので、そういう問題ではないんじゃないかなと思います。はい、アフレートを始めたいんですけども、おすすめの本を教えてください。これはね、僕やったの18歳の時なんで、今から14年前なんですよ。14年前のおすすめの本は言えるんですけど、ごめんなさい、今は正直分かんないです。分かんないんですけど、ただ今って検索したらいろんな情報出てくるんで、それが、ヒントになるかなって思ってます。で、これ超大事なのがアフリエイト稼ぎ方とかで検索するじゃないですか。で、一番上に出てきますよね。それを参考にしたらダメです。なんでかっていうと、その人たちは、そういう人たちをお客さんとして集めてアフリエイト報酬を稼ぐためにそういうサイトを作って上の方に出てるんですよ。で、着目してほしいのが、そういうサイトが上の方に出るってことは、それはアフリエイトとしては成功なんですよね。なんで考える視点としては、なんでこのサイトがこんな上に出るんだろうとか、他のサイトとどう違うんだろうっていうところを見ててください。そういうふうに自分で分析して研究することが成功の近道だと思います。アフリエイトはどのようにして学びましたか。また始めましたとりをどっちが大事ですか。もうとにかくアフリエイトはやることですよ。やることが大事です。もうめちゃくちゃやることが大事ですね。でね、なんかまともにこうアフリエイトの作業を一個一個ちまちまやるんじゃなくて、アフリエイトってなんか、なんつったらいいんだろうな、なんかコツとかセンスみたいなのがあるんですよ。それも身についてくると思います。頑張ればどうやったら楽にというかね、効率よくねアフリエイトで儲けるかっていうのを意識してやるといいと思います。僕はそうやってましたね。はい、続いて、アフリエイトは、自分で商品を作ったりホームページの文章を作ったり難しいイメージですが、そういう、才能がないとない人はできませんか。青汁王子は龍が如くのサイトを作ったみたいですが、かなり難しそうです。そうですね、やっぱりねアフリエイトは自分で、まあ、ライティングっていうのが大事なんで文章を書かないといけないんですよ。で、いわゆるこう、対面じゃなくてネット上の営業みたいなもんなんで、いかに商品を、買ってもらえるかっていうのが大事になります。このアフリエイトの仕組みっていうのは、商品だったりサービスに、まあ、ウェブサイトを見てるお客さんが登録してくれたら、成果報酬でじゃあいくらです、500円です、1000円ですとか、そういう風にもらえるっていうビジネスモデルなんで、ちょっとライティングのね、技術がないと難しいと思います。ただライティングの技術といってもね、みんなね独学でやってだんだん上手くなっていくんで、別になんだろう、今できなくてもいいと思います。だんだんできるようになってくると思います。はい、美咲さんアフリエイトについてよく言われますが、美咲さんの時代とは環境が変わって昔稼げた人が稼げないような状況です。そんなことありません。で、今でも美咲さんアフリエイトで稼げると思いますか。また1億円稼ぐ方法でアフリエイトで稼いで会社を売ればいいって言ってましたけど、アフリエイトだと M&A は株式よりサイトが主流なので多くて2年分だと思います。株式売却する人は多いんですか。はい、いい質問ですね。はい、じゃあ全部答えます。ですね、まず、今と変わって昔は稼げたよねって言ってるあなた、はい、もう超間違いです。もう本当間違いすぎてペンペン草が入っちゃいますよ、マジで。でね、これってね、いつの時代もそうなんですよ。じゃあ逆に言うと、今稼げるやり方、今稼げるようなお金の稼ぎ方って何ですか？ないですよね。いつもどの時代も昔は良かった、今は厳しいってずっと言い続けてるんですよ。当然僕がアフリエイトを始めた時も言われてました。パソコンのアフリエイトは稼げるけど携帯は稼げないとか、なんかもうずっとなんかそういうことばっかりなんですよね。うん、で、つまりもちろん成功者の数って成功者より失敗する人の方が多いわけじゃないですか。たくさんね、たくさん多いわけじゃないですか。だから、そういう人たちが不平不満を言って今は稼げねえっていう論調になっていくんですよね。で、それを真に受けた人たちがそれを信じてバカだから、参入しなくてプレイヤーが減っていくって感じなんですよ。で、一部のちゃんと努力して、自分を信じて愚直にやってる人が稼いで残るっていうね、あのね、こう
なんだろうな仕組みっていうのはもういつの時代もですね変わんなくて、稼げる人は稼げるんですよね本当に。それは間違いなく言っときます。はい、なんでもう稼げないよとか言ってる時点でもうやめた方がいいと思いますし、そういう人はうまくいかないと思いますよ。うん、稼げる人は稼いでます。はい、でその上で、僕がよく言ってるそのアフィリエイトを始めてね会社を売ればいいっていうのはちょっと誤解しないでほしいのが、アフィリエイトを始めてそのお金をね貯めてですね、まず会社を作ってください。でその会社でアフィリエイトをやれって言ってるんじゃないです。ちゃんと自分のサービスとか、なんだろう、こう商品とか実態があるものを売ってくださいっていうことなんですよ。でそれを売る時の補助として自分が今までやってきたアフィリエイトのノウハウが使えますよってことなんですよね。だから一石二鳥じゃんって話なんですよ。で確かに、今ねサイトってね皆さん売れるの知ってます？アフィリエイトのサイトって売買できるんですけど、まあ、2年3年分がね相場なんですよ。なんでかっていうと長く続くかどうか分かんないから。だから例えば利益が100万円あるサイトだと、年間100万円のサイトだと、まあ、せいぜい200万300万ぐらいなんですよね、売れる値段っていうのは。まあ、そんなもんです。ただ会社になると、まあ、EBITDA 7倍8倍とか、まあ、桁が変わってくるんですけど、会社そのサイトを売ってくださいってことじゃないんですよね。うん、会社を売ってくださいってことなんです。それはちょっと明確に、ね、分けた方がいいかなと思ってます。はい、なんで僕はサイト売ってる人は、まあ、いるのかもしれないけどそんな見たことないし、インパクトが薄い、まあ、インパクトが薄いってどういうことかってあんま儲かんなそうなんで、そんなことするよりも自分のアフィリエイトを学んで、その次貯めたお金で自分のサービス商品作ってそれ売って、でその実業の方で、お金をね業績上げてそのバリエーション元に会社売っちゃった方がいいですよってことです。はい、